マリア・スターリツカヤ、または、マリア・ウラジーミロブナは、モスクワ・ロシアのツァーリー・イヴァン4世の重帝である、スターリツァ公、ウラジーミルの娘、母は、公女・エウドキア・オドイフスカヤ、モスクワの流陸町最後の直系子孫。幼い頃に、両親はイヴァン4世によって処刑されており、兄弟姉妹も亡くなって、スターリツァクゲの唯一の生き残りとなっていた。 1574年4月12日、イヴァン四世が、リボニア戦争の戦略の一環として、9月に建てた、リボニアをマグヌスとノブゴロドで結婚した。夫の死後、敵に囲まれて窮地にあったマリアは、イングランド人施設、ゼローム法政によって、クールラントから救出されて、モスクワの摂政ボリス・ゴドゥノフの元に連れ戻された。法政は、彼女との結婚を望んだか。 ボリスはイングランド人で、岸身分に過ぎない法制に、これを許さなかった。その後、マリアはイタリ製三社製セルギー大修道院の近くにある女子修道院に入った。1609年にマリアはツァーリーを戦勝するにせ、ドミトリー2世の支持者となったらしい。夫との間に二人の娘を設けたが、いずれも早くに亡くなった。 頭蓋骨をもとに復元されたマリア・ウラジーミ・ロブナの要望。ありがとうございます。